いつもお世話になっております。タブーラシニアアカウントマネージャーの道野と申します。本日は Google タグマネージャー上でタブーラピクセルを設置する方法を動画にてご説明いたします。まず管理画面よりアカウントレベルでタブーラピクセルのコンバージョンの画面を開いてください。この時必ず左上に表示されているアカウント名の最後が SC と表示されていることを確認してください。ネットワークと表示されている場合は、こちらの検索画面より SC とあるアカウント名に変更してください。アカウントレベルでタブーラピクセルのコンバージョンの画面を開いていただきましたら、右側にピクセルを作成のボタンがございますので、こちらをクリックしてください。 私の画面ではすでに一度ボタンをクリックしているのでボタンではなくこちらの画面が表示されておりますこちらの画面が表示されている場合はコードを見るをクリックしてくださいボタンをクリックするとこちらの画面が表示されますその後 Google タグマネージャーを開いていただき左側の項目の テンプレートをククリックしてくださいテンプレートの画面に変わりましたら「タグ・テンプレートの検索・ギャラリー」をクリックしてください右側にこちらの画面が表示されますので下にスクロールいただき「タブーラピクセル」をクリックしてください タブ裏ピクセルをクリックするとこちらの画面が表示されますのでワークスペースに追加をクリックしてください追加が完了しましたらサマリーに戻っていただき新しいタグを追加をクリックしてくださいタグの設定の中心部をクリックして 下にスクロールしてタブ裏ラピクセルをもう一度クリックしてくださいこちらの画面が表示されましたらまず左上の箇所に名前を追加してください名前の追加が完了しましたら次に タブーラーアカウント ID を追加してくださいタブーラーアカウント ID は管理画面の URL 部分もしくはこちらの画面のバックステージアカウント ID からコピーをすることができます今回はベースコードの設置のため エクセルタイプでベースピクセルが選択されていることを確認してください。こちらの箇所は任意となりますので今回はスキップいたします。その下の詳細設定をクリックいただくと隠れていた項目が表示されますのでこちらではタグの呼び出しオプションを選択いただき1ページにつき1度に変更してください。 次に、トリガーの中心部をクリックしてください。オールページにチェックを入れていただき、追加をクリックしてください。その後、保存をクリックいただくと、ベースコードの設置は完了いたします。以上が Google タグマネージャー上でのタブーラピクセルの設置方法となります。ご視聴ありがとうございました。